なんだ。なあ、おい、いたのか。あの木のあたりで何か動いたかも。木が動いたんじゃないのか。生い茂ってる。何もいないぞ。くそ、悪いみんな、気のせいだ。警戒を続けろ。行くぞ。二人のどっちだったんだ。兄貴の方だ。何人か殺して逃げてきた。もう一人はどうした。死体を見るまでは探し続けてやる。よく生き延びた。運がいいんだろうな。まあ、運はそのうち尽きるもんさ。さあな。おい、虫除けあるか。少し残ってるよ。虫どもめ。残しとけよ。まだ酒は長そうだからな。本当にこれ意味があんのか。莫大なお宝があるってことだよ。海賊のお宝か。おとぎ話にうつつ抜かしてたら死ぬぞ。Thank you.
何も。アンゴラよりマシだろ。いや、どうかな。似たようなもんだ。ないか。ないな。進むのか。わからん。じきにな。逃げ切ったよな。これは？うわ、こりゃ悲惨だな。バーンズの仲間も俺と一緒でお宝見つけられなかったのか。
マジかよ。撃つとこだったぜ。サム、無事だったか。ああ、この通りなんとかな。お前も無事で何よりだ。ほら、お宝が待ってるぜ。なあ、俺たち何してんだ。何がだ。だから荷物はインド洋の海の底だろ。じゃあナディーンたちから分取っちまえばいい。それだけど相手は軍隊だ。ここまでは順調だったろ。こんなところに置き去りにされてか。ここに来るために頑張ってきたんだろ。脱出計画がポシャるまではね。なかった。いいか、聞いてくれ。馬鹿げてるけど、海岸に行ってレイフのボートを一ついただこう。それは後だ。何してるかだって俺の命を取り返してるんだ。ないか、あのジャングルに入ってリバタリアを見つけるんだよ。ここで海賊の巨大アジトの痕跡を見たか。どこにもない。ここまで来て今さら何言ってんだよ。エイブリーが思い描いていた海賊の楽園ってのが失敗に終わった可能性だって考えられるだろう。そもそもそんな幻想にすがったりしないで現実的な方法を考えてりゃよかったんだ。俺は諦めないぞ。財宝を見つけるまで徹底的に探してやるからな。おい、もしも目的を見失ってんだったらもう帰れ、姉さん。ちょっと待てよ、帰れだろ。おい、マジか。どんな覚悟でここまで来たと思ってんだ。それは俺のセリフだ。いいか、俺はこれまで15年もの間それとこれとは別だろ。どこが別だって言うんだよ。なんだ。まだ帰りたいか。じゃあ調べてみるか。サム、こっちだ。行くよ。もぬけの殻だ。相当錆びれちまってるな。サム、こっちだ。分かった、行くよ。こんだけ張ったら足もブキブキ。おい、見ろよ、結構しっかりしてるな。ああ、ずいぶんご立派な石造りだこと。でも石工はどこから来たんだ。腕のいい大工は船に乗ってるかもしれない。石工はそう、カメラを持ってきてたらな。あるよ。またまた、マジで。ああ、もち、他のものと、あ、一緒にボートにある。ああ、なるほど。ああ、体が伸ばせるって最高。ああ、本当に。あの木箱を使おう。よしっと、行くぞ。よし、これで進め。見たくないのか。
バタリアン。リバタリアン。伝説の海賊の楽園を300年ぶりに見つけたんだ、このサミュエル・ドレイクが。それと、その